こんにちは、マイルウェイズです。今回の動画では東京発メキシコシティ往復がエコノミークラスになりますけれども、往復で10万2900円で手配可能、メキシコシティ東京メキシコシティ往復がエコノミークラスで10万2900円で往復で、航空券の手配が可能という運賃解説の動画になります。今回の動画も113番の動画の続編になります。113番の動画の追加の解説になります。続編になります。113番の動画ではクアラルンプール発東京往復の航空券が安いという運賃の方向格差について解説しました。そのクアラルンプール発東京往復の運賃はこちらに記載されている運賃になります。S クラスのエコノミークラス、E クラスのプレミアムクラス、Z クラスのビジネスクラス、これが基本の航空券としてこれから解説します。この航空券を基本の航空券と呼びます。で、この基本の航空券にプラスアルファのいくらかの追加金額を追加して、今回は運賃の目的地をですね、メキシコシティに持ってきます。東京からメキシコシティへの航空券をこれに追加するような運賃計算をしてみたいと思います。今こちらの右側に運賃の一覧が出てきましたけれども、この運賃一覧はクアラルンプール発東京経由メキシコシティ往復の全日空の運賃を一覧で出してみました。でメキシコシティへの運賃なんですけども、クアラルンプール発ということで8国通貨建てということで、マレーシアの通貨マレーシアリンギットで表示されています。ちょっと分かりにくいので、こちらについても円建てに直してみたいと思います。こちらが円建てに直した運賃の一覧になります。クアラルンプール発東京経由メキシコシティ往復全日空の運賃で、通貨を日本円建てに変換したものです。でこの中からですね、基本の航空券と同じ予約クラスの運賃を引っ張ってみたいと思います。S クラスのエコノミークラス、E クラスのプレミアムクラス、Z クラスのビジネスクラスの運賃を抽出してまとめてみたいと思います。S クラスでいきますと、ローシーズンでいきますと13万3700円の往復の運賃、そしてハイシーズンでいきますと14万2400円のエコノミーの運賃がございます。クアラルンプール発東京経由でメキシコシティ往復のエコノミークラスの運賃になります。続きましてプレミアムクラスの E クラスを見たんですけれども、メキシコシティ行きクアラルンプール発東京経由のメキシコシティ行きの全日空の運賃でプレミアムエコノミークラスの E クラスの設定がありませんで、今回はこのプラスアルファの運賃の解説としては E クラスの説明はちょっとできませんので、これは割愛します。続きまして Z クラスのビジネスクラスについて、クアラルンプール発東京経由メキシコシティ行きの Z クラスの運賃をちょっと確認してみたいと思います。こちらは日本円で59万4100円の運賃が設定でございます。59万4100円の運賃が設定としてございます。ではこの基本の運賃とクアラルンプール発東京経由のメキシコシティ往復の運賃、この部分の差額を求めてみたいと思います。差額プラスアルファの航空券代というような形で運賃を求めてみたいと思います。プラスアルファの航空券ということで、プラスアルファのエコノミークラスの場合、金額としては10万2900円から10万6700円で基本の航空券にプラスアルファすることによってメキシコシティ往復の接続をかけることができます。でプレミアムクラスについては先ほどお話ししましたように E クラスの設定がございませんので、これは解説ができませんので割愛します。プラスアルファのビジネスクラスについて、プラスアルファのビジネスクラスの運賃については45万8700円か47万1000円の追加で基本の運賃、基本のビジネスクラスの運賃に追加することによってメキシコシティまで運賃を引っ張ることができます。このプラスアルファの航空券が高いか安いかというのを比較するために、東京発メキシコシティ往復の運賃をちょっと調べてこちらの方に掲載しました。
では具体的にちょっとエコノミークラスから見てみたいと思います。 JAL の東京発メキシコシティ往復の運賃でエコノミークラスは S クラスの場合ローシーズンで14万4000円になります。14万4000円。そして年末年始のハイシーズンになりますと204,000円になります。204,000円。この区間の航空券を基本の航空券にプラスアルファという形でマレーシア発の航空券に運賃を追加するような形で発券しますと102,900円、102,900円か106,700円で航空券が発券できます。これはピークシーズンで見ますと半値、ピークシーズンの日本発の運賃から見ると半値で手配できるというような形になります。これは経済的にマレーシア発のプラスアルファのチケットがいかに経済的かがお分かりいただけるかなと思います。続きましてビジネスクラスを見てみたいと思います。東京発メキシコシティのビジネスクラスの運賃なんですけれども、こちらは52万8000円、52万8000円か79万8000円、79万8000円がビジネスクラスの東京発メキシコシティ往復の運賃になります。ではこの区間を基本の運賃にプラスアルファの航空券という形で手配した場合どうなるかといいますと、プラスアルファのビジネスクラスの運賃マレーシア発の航空券に追加して運賃を足して発券した場合どうなるかといいますと45万8700円か47万1000円、45万8700円か47万1000円の追加でこの区間をビジネスクラスで追加発券手配ができます。これも東京発の運賃に比べてかなりお安くなっています。海外発着の航空券を使うメリットというのはこういう点にあります。でぜひ皆さんにもこの辺の情報をもっと私の方から提供させていただきまして、経済的に旅をしていただく、経済的に SFC 修行をしていただく、そのような情報をこれからも提供していきたいと思います。今回の動画が気に入っていただけましたら高評価をお願いします。またチャンネル登録もよろしくお願いします。